めえちゃうさん。嬉しいんでティッシュ食べます。すいません、食べます。あら、え、ディさん500チア、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。あの本当にあの嬉しいんで、あのすいません、ミンティア食べさせていただきます。あはあ、引き食いは無理だよね、さすがに。結構これ開けたばっかで、あの無理だよね、さすがに一気は。実はミンティアってあのこれ開くんすよ、これテコの原理使うと開くんですよ。もうさすがにやらないですけど、一応ね、みんな見せるぐらいですけど、これ開くんですよ。知らなかったでしょ。でこれ開くやん、これ開くとね、こうやってルールね。やばい、待って、マジでやばい。あのね、これね、マジやばいのが、めっちゃ唾液出てくんじゃん。ね、唾液出てくんじゃん。ね、唾液飲み込まないといけなくなるじゃん。これ飲むとね、喉がね、感覚なくなる。詰まるとこもありがとうございます。あとから来るやつだ、うん、あとから来るやつだよね、うん、これあとから来るやつ、おいしいです。倍返し？本当にあかん、梅ちゃん、それは本当にあかん。倍返しは本当にダメ。あのね、倍返しは絶対ダメなんだよ、やっちゃん。あ、なんかめちゃくちゃ先生してるんだ今。それなのに、ね、倍返しはまずいよね、絶対。めっちゃお題出てくるしさ。え、ここだ今のも。ちょっと待っててな。ちょっと待っててな。はい、持ってこないけど、ちょっと水な、水。さすがに、水飲む？水。唾液がやばい。あらよみたいなのがやめね。水。ハロー、ニュードリーム。That's alright! それでも時代は頑張る。そうさ、僕らはスーパーボーイ。We are!ほう、嫌なことあってもどっかでかっこつける。やるだけいいでしょう。目だけ持ったっていいでしょう。ドゥ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 ド絶対やばい、これ。あー痛い。お前ら一人占めで楽しいか。お前ら一人占めで楽しいか。人間の悪い部分出てんぞ、お前ら全員。痛い。あのね、スースー通り越して痛いんだ、ここまで行くの。めっちゃうだれ出てるわ。ここでマルーンの時は止まった。ふと、このミンティアを見たとき、粒がでかすぎる。そして、今開けたばっかだから、明らか量が多い。マルーン、時が止まる。この時が止まっている瞬間、マルーンの頭の中、これを本当に食べるのかどうか。
けど、もう開けてしまったという事実。なんなら、手で開けてしまったという事実。これをどうするべきか、マルーンは考えている。時が止まっている。今、漫画の回想シーンで今、あれね、頭の中の状況を思い浮かんでるから、今、時止まってるから、ちょっと待ってな。さあ、マルーン悩む、悩む、悩んだ末に、噛んでほしい。噛んでほしいって言った?噛んでほしいはまずくないか?マルーン頭の中最後の考えを。でも今まで食ってきたミンティアの粒は1000個以上に上る。今目の前にあるのはたかが30個。たかが30個。食える。俺なら食える。いるんだ、特訓します!時が動き出した。待って、これガチでやばいやつだ。でも時はもう動いちゃった。動いちゃってるんだ、時は。あお。噛めない。あ、これ喋るとこれ、こうしよう、これ喋るとあの、出てくる、これポポポってあのね、口の中めっちゃ吹いて喋るとポポポポって出てくるの。量が多すぎ、これ。マジで。噛むよ。ASMR ね。あ、ごめん、これガチで、歯壊れる。あの、銀歯、食べれない。銀歯が取れる、これ。ガチで。ガチだよ、銀歯が取れる。ああ、唾液やばいし、なんかさっきよりめっちゃスースーするし、これやばくないマジで。まあ、なんで喋ってるかっつうと、ここ、今、リス戦法ね。皆さんにあの、一つアドバイスすると、ミンティアは一粒ずつ食った方がいいっすね。はい、皆さん、あの、知らなかったと思うんですけど、ミンティアは、あの、一粒ずつ食うことをおすすめします。結構これみんな知らない人多いと思うんですけど、ミンティアの後に、あの、炭酸類は飲まない方がいいです。あの、ミンティアの息食いした後に、あの、ミチアサイダーとかコーラ飲むと、あの、口の中、あの、おかしくなるんで、あの、皆さん、あの、絶対やんない方がいいです。一個ずつケースに回したら、え、ごめん。本当に、めちゃくちゃあの、口悪い言い方になっちゃうかもしれないけど、え、あんたらバカ?本当に口悪いって言われるかもしれないけど、本当にごめん、え、バカ?もしかしたらけど、アホ?